はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、こちら東京ディズニーランドの今トゥモローランドテラスにいるんですが、昨日ですね、このトゥモローランドテラスになんとね、立ち食いスペースができましたよっていう動画をね、投稿したんですけれども、なんとね、もう一箇所、実はね、少しだけですけれども変わってる場所がありましたので、ご紹介していきたいと思います。ここがですね、昨日のお昼にですね、動画投稿しました立ち食いスペースの場所なんですけれども、ここをですね、横に進んでいきます。この座って食べる場所の横に進むとですね、こういう場所があるんですよ。ここ皆さん何が変わったか分かります？これそう、中がね、見れなくなったんですよね。今まではここがね、普通のガラスだったので中丸見えだったんですよ。皆さん分かります？これ、そう、中身がね、見えなくなってるんですよね。今まではここガラス張りだったので、バリバリね、中見れてたんですけど、今ですね、なんか中がちょっと細工されて見えなくなっております。でずっとこっちもですね、見れないんですよ。でここのね、向こう側何があるのかって言いますと、じゃあ今から実際にですね、入ってみますが、でこういうものがあるわけですね。そう、これがあるんですよ、ステージですね。そう、昔はね、ここでステージショーとかいろいろやってたんですが、今はね、もう最近は全然やってないんですね。ということで、このね、後ろ側にはステージがあるんですよ。で普通にね、ここからもね、ステージ見れちゃうわけですよね。で今来たらですね、こういう中が見えない状態になってたので、もしかしたらなんですけれども、ステージショーが復活するのかなと思いましてですね、今日はちょっと動画を撮ってみました。まだね、全然情報はないんですけれども、ここね、中見えなくするっていうのにはちょっとなんか理由がありそうな気はしますよね。もしかしたらなんかグリとかステージショーが復活するのかみたいなね、これはちょっとジョマジの希望でもあるんですけれどもね。いや、ここのね、ご飯食べながらね、ショーを見るっていうのがまた良かったので、いや、ぜひぜひね、復活してほしいなと思ってたんですけれども、いやー、どうかな、復活してほしいですね。でもね、はい、ということで、今日はですね、ちょっとトゥモローランドテラスのね、ここが中が見えなくなってましたので、ちょっとジョマジのね、希望をかけてステージショー復活求むということでね、動画撮ってみました。はい、ということで、今日はですね、これで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。